一部のネタなんですけど、日本のなんていうんですか、現地から漁師さん直送で届くものもありますね。はい、お店を始めたのは6年前なんですけれども、私の父が始めまして、そこから僕と父親で一緒に始めました。ところがその2年ほど前に病気で倒れてしまって、そこから僕と妹と母親と切り盛り、現在切り盛りしてます。はい、やっぱり、毎日新鮮な魚を仕入れして、で、出す、ただひたすらそれっていうのがやっぱり美味しさの秘訣でもあるし、お客さんもやっぱ喜んでいただけるんで、それが一番じゃないですか。